いや皆さん素敵な週末過ごせたでしょうか。突然ですが今日から日本語で直訳できない英語というシリーズを始めようと思います。このシリーズを作ろうと思ったきっかけは自分も直訳できない経験をしたからなんです。日本語で本当に翻訳できない表現が多すぎるんですから、僕にとってもめっちゃ役に立つプロジェクトになると思ったんですよね。しかも登録者はほとんど日本人なので、めっちゃ自然な英語を学ぶことに興味がある人が結構いると思うんですよね。そうということでこのシリーズを始めましょうか。今日は Sake です。さっきじゃないですよ。まあ日本語でも言えると思うけれど、ニュアンスがちょっと違う気がします。日本語としてはのためにと直訳翻訳できるんだけど、日本語より英語の Sake の使い方の方が多いと思います。意味を説明しますね。誰かのためという場合、のためにを使うでしょう。例えば今日はエリの誕生日なので、彼女のために友達がケーキを作ってくれた。このような場合には For her も使いますね。実はその状況に For the sake of は堅苦しすぎて使えないと思います。でも会話で使える場面はまだあります。特に喧嘩するとき。Sake は硬い表現で感動的な言葉なので、使うとすごく感情を込めることができます。じゃあ例文あげますね。 We shouldn't have children just for my sake. We both should have children because we want them. Sake は感動詞にもなります。 For God's sake, for Pete's sake, for heaven's sake などの表現がいっぱいあります。ムカつくときは使います。For God's sake, my plants died again. クソ、また枯れちゃったわ。うん、でも注意してください。キリスト教を信仰している人は侮辱と捉えるかもしれません。やっぱり人によりますね。For God's sake を使うときは怒ってるでしょ、時でしょ。だから冒涜に見えるかもしれません。私はそうは思わない。一番大事なポイントを示したので、この辺で終わりにしましょうか。もしよく分からない点があれば、ぜひコメントしてください。うん、初めて撮った英語を学ぼうという動画なので、あんまりうまくできていなかったとしても、コメントはお手柔らかに。そう、じゃあ、バイバイ。